食べたくなっちゃうな。あ、焼き目がまだあんまりついてない。色が薄めのなんか食パンで、これ今回お塩入れるの忘れちゃってね。じゃーん、こんな感じ。あ、そんなになんか焼けてなくて、はいね、ちょい、なんかこんな感じ。あっちこんな感じで、今は夜中11時なんですけど、子供たちが寝てからどうにかパンを焼いています。明日は幼稚園の、絶対いんだけど、もう明日は幼稚園のお弁当の日なので、なんかね、幼稚園のお弁当でこうパンとかも平気なんですけど、あ、みんなそうかな。甘いものはダメってことで、娘が食べれるもの、好きで楽しく食べれるもの、ホットドッグとかどうかなと思って、弟がお弁当はそうだったんで、もうまあもそうしてみようかなと思ってホットドッグにします。そうよし、 OK。 ではこれからまた22、3分ですね、待ちたいと思います。もうね、寝室で待ってるわ。朝から唐揚げを作ってます。朝からさ、唐揚げってどういうことか。大丈夫？うん。オーブンでも唐揚げ焼いちゃおうかな、ノンフライで。本当になんかないんだよね、でも。でも、どの店同じぐらいかかるかな。かかるかな。じゃあ、オーブンで焼いちゃおうわ。うん、やばいやばい。で、大丈夫。でも、ちょっとお肉をこぼしてしまった。大失態。あ、終わった。どうした、シャボン玉？ちょっと待って、前にそれ取りたいの？ちょっと待ってくれる？マミちょっと唐揚げ作りをしてて。あ、なんでなんで、あれだけ悲惨なことに。あ、そう、よいしょ。もう全然食べれないんですけど。いや、うん、あのね、本当にいい、たまらなくいいけど、なんかちょっとなくなってるシロップだいぶ。シロップ？え、なんで立ってんの前に。ママ、これ食べなくる、座って。ママ、可愛いな、パンケーキ食べて。
やっぱパンケーキとか食べると可愛くなるよね、あの、うん、なんていうの見た目、うん、美味しい。ラーメン屋さんにパンケーキが似合ってる。もう前にほら座って、それは違うよ、それはさ、うん、なんかお菓子かなんかなんじゃない。これハッピーセットじゃない。これどうした？もうマコトとダメな？前だ。これのマミ。マミお。おいしい。ポテトも食べな。あ、これあっちっち。かき取りだった楽だよ。かき取りじゃなくてかき取りだっただけ。かき取りだよ。大人の練習かけるだけ。でもさ、マミーの待ってきた、ちょっと。ママ、お茶これね。お茶飲む？これは食べれる？
Thank you.